毎年カレンダー出しますよね。カレンダー今4年目ですね。4年目ですか。カレンダー出してるし、はい、あと前田さんの写真がいっぱい見れるアプリがありますよね。そう、アプリはでも今もうあんま更新してないから、うんうん、あと写真集ですね、はい、写真集もありますよね、うん、ちょっと全部概要欄に貼っときますから。あ、ありがとうございます最初あの写真集を出したいっていう、こう目標が一つあったんですよ、うん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 、ブログやってた時に。でなんか出版のプロみたいな人に偶然会って、その話をしたら、篠山紀信がアイドルグループを撮るようなものでやっと写真集は成立するんですと、うん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 、少しぐらい星の写真が上手だからって言ったって、写真集なんか絶対作れませんって言われたんですよ。現実をこう語られたわけですか。語られて、でもなんか釈然としなくて、そしたらなんかその頃 iPhone が出て、こう検索してたらアプリで写真集って結構出てるんですよ。あれと思って、紙が誰ならじゃあアプリでできないかなと思って、そこ制作会社って書いてあるじゃないですか、うんうん、そこにメールしたんですよ。僕こういうもので、まあ、営業したんだ自分で。営業したんですよ。でこういうものでなんかやってるんですけど、そしたらあの向こうの人が面白そうだから会いましょうってなって、うん、で写真いっぱい持ってって言ったら、あ、じゃあアプリ作りますかみたいな話になって、で普通だと2、300万かかるんですけど、どうしますって言われたから、お金ないですって言ったら、じゃあタダでいいから売上折半しましょうってことになったの。でできちゃったんですよ。で2個目が なぜかアップルのおすすめになっちゃって、うん、2011年の3月に僕日本のゆるアプリの3位になったんですよ。あ、3位、うん、3位すごいですね。運なんですよ。へ、で凄まじく売れたんですよ。いやでもそのなんですよ、先見の明じゃないですけど、先駆者ですよね、やっぱね。やる運なんですよね、うん、先駆者、先にやった分勝ちですよ。そう、それで結局そのアプリの情報をもとに、なんか広告代理店から仕事が来たりして、いろいろまたそれがなんか結局紙の写真集にもつながっていくっていうことなんですよ。いや、あの私前田さんの写真ってすごく好きで、あのなんていうんですかね、誰が見ても共感できる写真ってなかなか撮れるもんじゃないと思うんですけど、前田さんはそういうの撮ってらっしゃると思うんですよ。あの天体写真の吉田孝之さんが天体写真ではすごくやっぱり万人にこう、はい、見せられる写真撮ってらっしゃるなってイメージがあって、うんうん、前田さんの写真もやっぱり自分はそれに近くてですね、いまだにやっぱりこうね、ブログとかで前田さんの写真見ても、いや、やっぱ前田さんかっこいいな、綺麗だなって思いますもんね。いや、でも、さんさん撮ってるじゃないですか。いやいやいや、そのいや、私はだからもう前田さんの後ろをこうついてっているだけですから。もうでも今ほら、インスタとか見るともうたくさんやってるじゃないですか。でもなんか、でもなんかね、いろいろあるじゃないですか、そこはいろいろあるじゃないですかあ、日が沈みそうだ。あ、そうだ。ちょっとペースアップしましょうか。あの星空の動画始められたじゃないですか、はいはい、あれは動画、あ、そこに現場ありますけど、自分ちょっとみんなに見せてもらえますか。はいはいはい、はい、これで撮ってますっていう感じで、これで撮ってます、撮ってらっしゃいますはい、こういうの撮ってます。そうですね、あの私はあのこう基本的に三脚に立ててカメラをつけて、はい、固定撮影撮ることがやっぱ、まあ、YouTuber 的なところがあって、はい、多いんですけど、はい、なんかね、こうジンバルで持って歩いてっていうスタイルってやっぱ難しいんですよね、はい、前田さんも最初にそれやられて、やっぱり先駆者だと思うんですけど、うん、やられたきっかけは何だったんですか。これあのキヤノンの業務用のデジタルカメラで、うんうん、なんか ISO 300万ぐらいまでのあるじゃないですか、うんうんうん、あのなんか値段も300万ぐらいするやつ、はい、高いやつありますね。あれのテスト動画みたいなので、なんか外国で子供たちがこう歩いてて、バックに天の川が映ってて、みんなで星をスターパーティーまさにやってるっていうのを見たんですよ。あ、そんなのあるんですか。あるんですよ。それ見たことない。あるんですよ。それ見て衝撃を受けて、うん、あ、近い将来きっと動画になるんだと思ったの。今写真やってるけど。はい。そうですね。で、だったら今からやろうかなと思って、うん、なんかいろいろ調べたら、うん、当時アルファ 7S2 がそれに近かったんだけど、うん、それでも全然かなわないわけですよ。あの、でね、よっちゃんのね、動画を見てたら、月明かりの中で 7S2 で撮ってるのがそれに近いのが撮れてたの。あ、月明かりぐらいだったら撮れるんだって、だったら今から勉強しようかなと思って、なんか意識買っちゃったんですよ。あー、なるほど、うん、実際やってみてどうですか。やってみて思った以上、あのね、ある意味思った以上に撮れます、うんうん、で、ある意味思った以上に撮れませんわかります。前田さん YouTube チャンネルやってらっしゃるので、
概要欄に貼っときますから、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします。今どのぐらい行ったんですか、チャンネル。やっと1000ですよ。あ、コツコツやってやっと1000なんですね。3年で。ああ、いやでもああやってこう自分の作品だけをこうアップしてるペースでやっぱりそれだけの人が見てるっていうのはすごいくないですか。やっぱり自分はやっぱりなんていうかこう見てる人が求める情報をこう出してるから、はい、まあ、なってますけど、そうじゃなくて、自分がやってることを発信してそれでやっぱ共感を得ることってやっぱすごい難しいので、だからそれをまあ続けてらっしゃる結果、まあ、1000人って今おっしゃいました、やっと1000人って思いおっしゃいましたけど、はい、でもすごいと思いますよ。自分同じことやったらできるかなって本当思いますもん。でもこれもなんか好きでやってて上げてるんで、最終的になんか別にチャンネル登録数いくつ目標あるわけじゃないので、ただこうよくよく考えたらなんか自分の動画を無料で上げられるものがあるって多分30年前ぐらいの人が見たら夢の世界じゃないですか。そうですね。だからどっかのプロダクションとか制作会社に入ってやるならわかるけど、やっぱ今ってこうやってこのチャンネルもそうですけど、一人でパッとできるわけです、情報発信できるから、すごい時代ですよね。そう、これだからやらなきゃ損だなっていうので、で動画もなんか試行錯誤しながらやってたんですけど、最初は編集が嫌いで、ダヴィンチ使ってるんでしたっけ。いや最初ねプレミア使ってたの。あ、プレミア、はい、もうプレミアがね頭にきちゃっていろいろ怒りますよね。いろいろ怒ってね、あれお金払ってるじゃないですか、お金払ってるのになんでこんな重いんだってなってでダヴィンチに変えたらなんか無料なのにサクサクいって、で今はダヴィンチで、有料版ですけどね、やってます。そうですね、はい、私も今両方使うようになりましたね。なんかテキストとか入れるのってやっぱダヴィンチってやりづらいじゃないですか。そうそうそう、だからそっちはプレミアでやって、ただカラーグレーディングとか、はい、カット割りとかは全部そのダヴィンチでやって、一回書き出してプレミアで読み込んで、でテキスト入れるっていうちょっとめんどくさいやり方になっちゃいましたけど、でもそのぐらいなんかダヴィンチでのそのカラーグレーディングとか編集ってやりやすいんですよね。僕だから最初はそれやってたの。で僕動画素人だったじゃないですか。で最初に方向性間違っちゃいけないから、僕まず一番多分日本で詳しいかなと思われるその辺の暗いのの田中正美さんのところに、あ、田中先生の名前が出ました。まずすいません教えてくださいって言って。そうなんですか。もう行って、親切に教えてくださいって2回ぐらい僕行って、なんか 3,4 時間教えてくれたんですよ。田中先生も変な人には教えないですからね変な人に教えないですからそこで基本的な細かいことじゃなくて、こういう機材でやっぱカラーグレーディングっていうのが動画は重要で、それはダヴィンチっていうのが優れてるよとか、そういうのを教えてもらったんですよ。こう視聴者さんもですね、こう星空動画の撮り方とか結構聞いてくる方がいらっしゃるんですけど、前田さん今どういう設定で撮ってらっしゃるんですか。あの α7S3 で、はい、レンズは、ま、レンズはソニーの 24mmF1.4。 あ、やっぱそこですよね、はい、24.4、はい、あの、多分ね写真やってる人が動画やって思うのが 2.8 って暗いレンズなんですよ。そうですね、めっちゃ全然違いますよね。で 1.4 でも足りないのに、でも 1.4 で ISO がね今のだと20万で撮ってます。20万、ああ、そうですよ、さすがに40万ちょっと荒れるんで、20万で撮ってます。でシャッター速度はいろいろ研究したんですよ。でよくなんか4分の1とかで撮られてる方いらっしゃるじゃないですか。あ、いません、結構遅いの、結構多いじゃないですか、でもやっぱりこれ動画なのかなって思ったんですよ。いや、その通りです、はい、わかります。なんですよ。で本来だったら 24p で撮ってるので、やっぱり最低25分の1で撮らなきゃいけないじゃないですか。で月明かりの時とかは25分の1で撮ります。はいはい。でも星空はちょっときついので15分の1で撮ってます。ちょうど中間を狙うような感じですよね。で13分の1でもセーフなんですけど、それ以上短いちょっとカクカクしちゃう。そうですよ、なんか自分もあ、これってやったら星映ると思ったけど、でもこれってタイムラプスと変わんねえなみたいに思って。そうなんですよ。それからやっぱり動画専門の人から見ると、やっぱその写真上がりの人が動画撮るとそういう感じでシャッタースピード落としちゃうから、やりづらいっていう話を聞いてて、はい、でそれで自分もなるべく早めのシャッタースピードで切ろうと思って、20分の1とか、はい、そういうので頑張って撮るようになったんですけど、この間九州に行って星祭り参加してですね、はい、山口さんと2人で星空動画の中継をやったんですけど、あの時に最初 2.8 のレンズつけてて、はい、感度めっちゃ上げてたんですけど、全然天の川映んなくて、はい、あれ映んないなと思って、で山口さんがその 24.1.4 持ってたのかな、で 1.4 に変えたら、はい、感度上げなくても天の川映ったんですよ、でやっぱり単純にその F 値で集光力ってことですよね、はい、感度ってやっぱりこう増幅させることだから、
入ってくる光が増えるわけじゃないんですよね、はい、だから 2.8 と 1.4 でえらい違いがあるなっていうのはちょうどこの間ね、実感したところなんですよ、うん、今 0.95 出てるじゃないですか。 0.95 出てますね。ちょっとね欲しいなって気になります。なんだっけ、ラオアで発売がちょっと延期になってるやつですよ、ね、はい、フルサイズ用出るじゃないですか。うん、出ますね、はい、あれ気になりますよね、はい、0.95 はまた一段違うと思うんですよ。そうですよ、ね、ただ開放で使えるレンズかどうかを見定めないと、開放使えなきゃ意味ないんで。そうですね、うん、ログログです、S ログで撮って僕は第三サーブ違うんですよ、うん、僕 PP8 なんですよ。あ、 PP8 なんですね、うん、PP11 になったのか、私、はい、11で撮ってるんですね、はい、8で撮ってる。11は試してないや。あの S シネトーンって言ってたんですね。自分も最初8使ってて、で今11になったんですけど、はい、昼間も夜も11で撮ってるかな。 PP8 で HGL とかあるじゃないですか、なんか、うん、あります、はい、HGL、あれみんないいっつって撮ったら PP10 ですよね。 PP10 全然ダメでした、はい、ダメですね、 HLG、うん、結構なんかコントラスト強くなるんですよ、あれね。荒れちゃいました。荒れますよね。で僕1から全部試し撮り何回かして、うんうんうん、あの時の結論は8だったんです。あで8で撮って、はい、カラーグレーディングしてっていうか、はい、やっぱカラーグレーの技術がやっぱ高いんですね。いや高くない、すごい綺麗に仕上げてらっしゃるじゃないですか。いや全然ね、あのね、1ヶ月ぐらい前にちょっと技術発達したというか、うん、こんなこと分かんなかったのかっていうちょっとしたことがあって、うん、本当動画はまだ勉強することが山ほどありますね。で星空動画時代まだやってる人も少ないですし、やれるになったもんこれなんか本当次ここ数年の話なので、はい、まだまだこれからって感じありますよね。技術も全然シェアされてないですし、あとやっぱり機材がもう一ランクアップしてくんないと参入増えないかな。そうですね、うん、ちょっと今のところカメラの選択肢はまず少ないですもんね。少ない。業務用の300万買う気しないしなみたいな、ね、しないですね、うん、民生機でも、ね、そういうのが各社出してくれるといいですよね。いつか来る時のために技術だけはやっぱり磨いとかなきゃなっていうのがあって、うん、そうですね、はい、うん、まあ、今後どういうなんか活動の仕方とかなんか考えてらっしゃるんですか。今後こういうことやりたいなみたいなとかありますか。いや結局なんか昔はそうやって写真集出すとか目標を立てたんですけど、ちょっと変わって今は、うん、今はだからあの動画って多分僕10年かかると思って始めたんですよ、うん、これやるのに。でね、編集めんどくさいって言ったんですけど、僕今編集楽しくなったんですよ、うんうんうん、すごく。だから今度多分僕昼間の動画もやります。あ、それは素晴らしい。あ、星と関係ないね、うん、ちょっと実は仕事の方でもちょっとやったりしてて、ね、動画の編集って面白いなっていうのがあるんで、動画はもうちょっといろいろ勉強しながらやっていきたいので、うん、淡々とだから星の写真も撮るし、で毎週ブログに出すし、毎週 YouTube は毎週といかないんですけど、なんか淡々とやっていくとなんかいろいろ起こるんですよ、うん、ほら先週もちょっと NHK ラジオに出たり、そうですね、うんうんうん、そういうお話来るので、ね、はい、あ、石丸健二郎さんの山カフェっていう山の番組なんですけど、はい、それ番組が始まった3年前に一度出させてもらったんですよ、うんうん、星の写真を撮ってるってことで星のお話をさせてもらったんですけど、で今回なんか1回出た人をもう1回呼んでみようみたいな形でちょっとお声掛けいただいて、15分間だけなんですけど、そこでちょうどあの月食が近いのでそのお話とかさせていただきました。はい、前田さん、まあ、週末ブログとか YouTube やってる、仕事されていらっしゃいますか。仕事してますよ。前だってサラリーマンじゃないですか。サラリーマンですよ、はい、今なんか一定金さんにどんな感じですか。メガネを作ってるというか、はい、されたメガネ、いや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 、はい、いろいろメガネを作ってて、そうですね、はい、いや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 まあいろいろそっちも楽しく、はい、そっちはあの、まあ、それなりの役職についてらっしゃる、まあ、ちっちゃい会社なんで、ね、別にね、はい、はないと思う。いや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 、あの建設の取引先だったんですよ ね、 そうですよね。取引先で話はでも全然仕事の関係とないことばかり話だね。会社内ではこういう活動されてるっていう記事されてる。あ、それは分かってますね、はい、そうなんだ。なんか前にちょっとこの手の現在の有名らしいって言われます。あ、逆になんかお客さんから聞いたとか言われますね。あ、そうなんだ、はい、え、お客さんも知ってる。そうなんですよ。でもあの周知されてた方が休みとかもう当たり前のように、なんか流星群のほらよくニュースになるじゃないですか。そうすると今日大丈夫なの、流星群なのに仕事しててって言われるんですよ。
だ月食もあの無条件で休めますしね。この働き方って結構大事だ。大事ですね。各地っているじゃないですか。はい。休めないって文句言った方が、そう、あいつは星気違いだから天文現象のある時は休むに違いないってみんな思い込んだ方が有利なんですよ。うん、ちゃんと偉い役職についてる方が社外でもそういうトップを走る活動されてるっていうのはすごいですよね。とんでもないですよね。私会社に入社して前田さんいたら憧れちゃうもんな。いやでも会社にいた時から結構やってたじゃないですか。いやそんなところだからあの後輩の成形写真家の北山君から聞いて、はい、今日営業行ったところが、まあ、その前田さんのところのメガネ屋さん で、はい、で前田さんと知り合ってみたいな、うっそマジでそうなのみたいな感じで、ええ、軽く盛り上がりましたもんその時。そうだ、北山さんともね、うん、もううちの担当だったんですよそうですよね、うん、いろいろ話してました。あ、そうカレンダー見せた方がいいんじゃないですか前田さんカレンダー小林さんすごい綺麗な小林さんが持ってきてくれた、はい、小林さんが持ってきてくれたすごい。じゃあそれ見せてしまいます、はい、あのこういうカレンダーを出してらっしゃる。絶賛発売中、全国の書店とか、はい、Amazon とかで絶賛発売中です。毎年作ってらっしゃいますからね、はい、え、あ、これはいいんですよ。これ私の方じゃないですよ。これはいいですよ。これはいいですよ。今日サインもらうっつって。サインもらうんで持ってきたって。はい。そうです。これこういうのがありますんで、はい、あの皆さんリンク先貼っときますから、あのめっちゃ綺麗な写真いっぱいあるんで、癒しを求めてる人はね、本当見た方がいいですね。はい、うん。全部すごい持ってきた。じゃあこの辺にしときましょうか。じゃあ、はい、まあ、私もなんかこういう YouTube の活動をしてますけど、やっぱ前田さんはやっぱり未だにちょっと追いかける存在だなって思ってます。本当私もだって星空動画やりたいなって思ってた瞬間にも前田さんやりましたからね。だからあやっぱ前田さんそういう走る人なんだ、前走る人なんだなって本当思ってますんで、すぐ抜かされそうなんで、うん、そんなことない。今後ともよろしくお願いします。じゃあ今日はじゃあ前田のりこさんを、はいはい、ご招待してちょっと対談を、させていただきました。したっけのやってくれます、一緒に。あ、そうでね、はい、したっけのやってくれます、はい、また次の動画でじゃあお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね、どうもしたっけ。ありがとうございます。